こたびの戦、私は影虎に味方します。そんな、なぜです。御前、影勝様は御前がご実し、可愛い我が子ではありませんか。それを何故。よい金継ぐ。理解しているようで安心しました。では戦場で。母上、なぜこの影虎に味方してくださるのです。実の子の影勝の成長を試すためですか。そんな愚かな理由はありませんよ。かわいい影虎、誰かが不安な時そばにいてあげた。それが上杉の精神だから。それだけのことです。それはつまり、不安な俺の心を支えるために。そして影勝はもう助けなしでも大丈夫なんだ。しっかりと独り立ちできる強さを備えたんだ。どうしました、かわいい影虎。いえ、上杉影虎が覇者検証の戦、最後までご商覧ください母上。